あなたたち自分の実力分かってんの？素人よ素人。そんな話じゃなかった。私のベース素人なんだって。夢を追う人を笑うな。夢を信じてる人を笑うなよ。私が泣かずにおけましょうか。ラララララララ。はい、本日の高橋ひろきのシネマ館配信も素晴らしい映画監督とお話しさせていただきたいと思います。まずは自己紹介のほどお願いいたします。はい、沖縄で農業をしつつ、はい、たまに映画を撮っております。映画監督の中川陽介と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回小座ママ歌って小座のママさんというね題名の作品で、監督すれば、なんか久々の長編映画っていうことで聞いておりますけども、14年ぶりになりますかね。はい、はい、もともと関東にお住みだったんですかね。沖縄出身ではないですか、はい、でね、東京にずっと49まで住んでいた、はいはい、そこで突然沖縄に移住しようと思い立ちまして、はい、もう今63歳なんで、はい、14年経っておりますね。はい、なら前の作品を撮って急に切り替わって沖縄へ行って、はい、で今回温めてた映画がやっと制作できてっていう感じですね。そうですね、うん、はい、まあ、うん、あの14年前に撮った映画は20世紀フォックスさんと一緒に組んで、はいはい、すごい大きな作品だったんです、はい、やっぱプレッシャーもすごくてですね、はい、まあ、終わったた後にこう燃え尽き症候群ですね。なんか楽しく生きるために始めた映画作りがなんだかすげえことになっちゃって、はいはいはい、ちょっとしばらく距離を置きたいなと。なるほど。まあ僕はもう映画はいいのかなというぐらいまで思い詰めて、うん、で沖縄で農業を始めて14年、はい、ですね。はい、で ぼちぼち落ち着いてっていう感じで作られたわけですね。はい、やっぱりそうですね、あの、まあ、見る側もそうですけども、作る側もやっぱり楽しくなければ、ね、ですね、まあまあ、まあ、そのビジネスって言っても今、まあ、映画も完全にビジネスにならないんで、ね、まだそこの考え方でしたけど、やはりこう楽しくないと、ね、作れないし、そうですね、その雰囲気をお客さんに見ていただかないといけないのでっていう、あれですね。はい、はい、そういう気持ちがあっての本作ですけども、簡単にあらすじの方をお願いいたします。はい、はい、沖縄はコザが舞台で、はいはい、コザのまたテルヤっていう地区がですね、はい、特別な、例えば一番街とか、まあ、ゲート通りっていうコザのメインのところは白人街、はいはい、でまあ、ロックンロールですね、ハードロックなんか流れてたんですけど、はい、テルヤっていう地区は黒人街って言われてて、はいはい、ま、米兵の中でもちょっとこう虐げられてた黒人たちが集まるような街だったんです、はいはい、当然そこではまあ R&B が流れてたわけ で、はい、でそこの街出身の昔ガールズバンドの R&B のバンドの女の子たちが、はい、20年後にもう街が本当に廃れてしまったので、はい、一丁ここは町おこしのために私たちもバンドで頑張るかという話で再結成をするんですが、はい、
さて、それがうまくいくのかどうかというのが話の背骨になっておりますね。そうですね。非常にコザイコール音楽を使った映画って割合何本か今までも拝見させてもらって、割ラッパーであったりとかね、いろんなのがあって、今回だから R&V を初めてかなっていう感じで割合拝見したんですけどね。割合島唄があったりとかね、いろいろあっての映画もあるんですけど、ただこの作品にはそういう島唄っぽいことも入ってるし、ちょっとその島唄となんか R&B が融合したようなメドレーラインの曲があって、これはすごいなと思いながら聴いたシーンもあるんですけど、ね、その辺がなんか監督が長い間沖縄住んではって、そこでなんか生まれた感性かなと思いながら拝見したんですけど。そうですね。ブルースという、R&B の原点ともいえるブルースというのは、島唄にも通じるような、民謡ですかね。やっぱ、労働家であって、苦しい労働の中で少しでも楽しくするために歌ってたような曲が多いわけで、これは沖縄の島唄、足みじ節とかいろいろあるんですけども、やっぱりそういう労働家と通じるものがあるかなと思って、そこは垣根なく一緒に描いてますね。で、一曲ね、見てもらうんで、あんまり題名言わんとこなんですけど、名曲がね、そこに絡んでくるっていうのが、あの名曲を元にした映画もあったんですけど、それがなんかまた入り込んできたのが、すごいなと思って、割合、なんか意外な、その音楽の部分でも、その採用する曲っていうのが、組み合わせがすごいなっていう感じで、そうですね。喜んでたんですけど。音楽監督の澤田譲二という人ね、もともとブラジル音楽の小路という音楽をやってた人なんですけど、現代音楽から歌謡曲から島唄から何でもござれという、天才肌の音楽家で、彼と組めたことがこの映画がすごく深く、成功した要因かなとは思いますね。だから、一つではそのミュージック映画とも撮れるんですけども、でもそれだけではなしに、これ私的にはこの40歳女性の青春映画、第二のなんか青春映画みたいな感じでも拝見させてもらって、その辺のバランスもすごく良くて、我この昔のバンドを再結成するっていうようなエピソードの映画もはっきりであったんですけども、このどうですか、進み方が、コンテンツが一つあって、再結成っていうのがあるんですけども、それを最後に持っていかなくて、一旦中盤戦でやるっていうところも、なんか意外性でしたけどね。そうですね。そこが多分この映画のラストシーンではないなって最初から思ってたんで、それを乗り越えてずっと生きていくのが人生であって、僕自身も映画作りから一回離れて、農業を十何年間やってからの映画なんで、その後の人生って、その夢が叶わなかった人たちって、それでもう終わりなのかと。その負け犬と言われておしまいなのかなっていうところがすごく違うんじゃないかなっていう思いが、それがこの映画の後半戦に描いたっていうつもりですね。ですよね。だからそこがすごく意外性で、普通で流れると、そういろんな揉め事があって、やっと最後結成して、やったよっていうのがね、割合普通の 王道な展開なのが、これが割合中盤戦でそれがあって、で、さっきオフレコで話させてもらったんですけど、あまり喧嘩っていうところも重視してないっていうそうね、ですね。割合なんかその辺のエピソードがあって、右行ったり左行ったりしている、展開もあるんだけども、その辺はね、あっさりっていうか、さらっといって、そこが逆に良かったですね。だからそこは、そのバンド結成を終盤に持っていかないっていうところの流れやから、そこはあまり上書きすぎるとっていう、あれですよね。そうですね。だから、後半戦はなんか、どこで区切ってもラストになるのになっていうのに、ちょっとその驚きのどんでん返しじゃないですけど、話の展開が割合
なんかどんでん返しがずっと、後半30分、なんか、あれ、これで終わった、じゃんじゃんかなと思ったら、なんかずっとこうラストのシーンがこう続くような感じで、そうですね。意外、我、後半戦、笑顔で、本当に我、全般通して笑顔で見れる作品ですよね。その、ありコがザの割合、暗さっていうのが前面に出てきてなくて、少しまあ言葉とかなんかでは、セルでは少しね、そのはい。貧困のこととかもやってましそうたですけど、ね。なんかそこもあっさりでいっそうたんで。ですね。まあ、沖縄に住んでる方からすると、沖縄を題材にして、その非常に問題を提起する映画って多いんですけども、こう、またかっていう、住んでる方からすると、そればっかしじゃないのになと。どっこいみんなやっぱりそこでは生活してるわけだし、には人間ドラマもあるわけで、こう、戦の話とか、まあ貧困の話っていうのはもちろんあっていいと思うし大事だと思うんです。ちょっと違ったテイストの映画をやっぱり僕なんか見たかったですね。やっぱこう、僕今、春沢って言って、今日もこれ、畑の帰りなんですけども、終わってから映画館でまた暗い映画を見たくないんですよ、労働者として。笑って笑って最後ちょっと泣かせてもらって、で、帰ってビールで晩酌だっていう感じが、思った映画ですね。そうですね。すごくやっぱり、コザが題名に入っちゃうと、見る本をはじめ、構えちゃうんですね。それはあります。ね、だ高から、橋さんの言う。それも大事なんやけど、なんか、そう、結局、音楽使ってんのに、なんか、あーっていうのが割合多くて、今回は本当に、そこが、もう、吹っ飛んだんでね、明るくなる映画、そう。ね、ですね。コザのママさん、歌ってコザのママさんっていうんで、ある方が、飲み屋のお母さんの話かと思ったっていう話で、飲み屋のママじゃないんだなっていうところ。ねえ、だから見てもらうと、その都会でも言うママ友、企業ママ友のね、話そうですね、になそっのてるノリでね。すね。ねえ、だから逆にこう、まあ、ママさんが、本当はママ友バンドとか、なんかサブタイトルで言うともあれかなと思って。早く言ってくださいよ、それも、シェルに。すみません、初めだからちょっと資料がなくて、どんな作品かなと思いながら、我々、ザクッとしたあらすじだけを見て拝見してもらったら、わ、全然もう本当に肩の力張らなくていいし、笑顔で、本当に笑顔になれるっていう感りがじとうで。ございます。で、そして各その女性についてる、パートナーさんの話も描かれてて、そこもあれですね、暗くないですよね。そこも良かったなっていう。そうですね。だから、まあ、最近ね、いろんなドラマで沖縄の男は働かないみたいな、そういう部分が多いんですけど、まあ、実はお母さんが大好き、妻が大好きなんでね、その前の裏返しかなっていうところもちょっと描いた感じではありますそうけでど。すね。だからその、こう、イチャイチャする愛でもないし、ドロドロした愛でもないし、なんか本当に自然とこう、その愛っていう言葉っていうのも恋かなっていう感じでね、なんかそういう感じで拝見したんで、まあ、その辺もそういうパートナー4人でもちょっとなんかこう共通する仲間意識みたいなのがね、なんかあって、このグループの4人と対照的なっていうか、アナザー的な存在かなっていう感じもそうね、ですね、コザパパの方もストーリーがありますね。ありましたよね、ありましたね。なんかその辺がすごく拝見してて、ありがとうございます。いいなっていう感じ。もう久々にそういう、どうですか、何かを強調してるわけではないんですけど、こう作品を見てる中でもういろんなことが、ね、その町おこしのこともちゃんとやってましたしね。そうですね。で、この、まあ、の、うん、はい、どうぞ。どうぞ。この方たちは、バンドの経験者の方なんですかね、この4人は出演者の方は。ドラムのミサオちゃんっていうのは、新垣ミサオっていうのは実際に那覇の、音楽バーでずっと叩いてる人で、まあドラムって手がね、本当にちっちゃうんで、叩けてないと嘘になっちゃう。で、ドラム以外のベースと
キーボードは役者さんが当てぶりで、めちゃくちゃ練習してもらって、うん、やってもらいましたね。で、ボーカルのジママさんは、もともとソニーミュージックにいて、ヒット曲を何曲も持ってる、はい、プロの歌い手さんですね。はい。まあ、音楽家2人と役者2人の編成でやっております。はい、なるほどね。だからその辺の、なんか、こう、仲間意識もそのまま映画に出てるかなっていう感じで。そうですね。なんか4人の関係性が良かったですね、現場でも。そうですね。だからね、初めだから、20年ぶりにバンド組むっていうのがあって、コザやから、我々ドキュメンタリー映画っぽい、なんか案内があって、っていうのも初めにあったので、こう拝見したら、全然ドキュメンタリー映画って書いてないやっていう感じで、うん、普通の映画でよかったって、ね、ありましたね。多分高橋さんと僕ってそんなに年代が離れてないんで、はい、一緒です、ほとんど一緒です、はい、でやっぱり最初に僕なんかはアメリカンニューシネマで入ってるんです、はい、こっちへ、はいはい、やっぱり、アメリカングラフィティとかね、うん、ああいうこう群像劇みたいのが好きで、うんうんうん、なんていうんですかね、こうあんまりこうその人へずっと視聴説的に入っていくんじゃなくて、はいはい、一方その頃一方その頃一方その頃っていう風に描きながら、うん、もう全体としてあこういうムードなんだなっていうのが分かるよね、うんうん、僕は好きだったんで、そうですね、いやだから私もだから我これが気に入ったっていうのはその辺のがあるんで、だから我まあ40から60ぐらいの男女には我見てほしいふさわしい作品かなっていう。どうですか、ちょっと若い人だったらどうですか、やっぱりこうあんまり人生踏んでないんでこう分かりにくいっていうかね、ところはもしかしたらあるかも分かりませんけど、やはりこれ、やはりちゃんとこう家庭持ってはる人も出てるし、まあ、持ってない人も出てるので、あれこのちょっと大人向きのねこう爽やかな邦画かなっていう感じで見ていただくと、ありがとうございます、ちょっと気分が若々しくなるというか、そうですね。ね、全然60になっても夢持ってていいんやっていうのが、あ、いいんですね。ね、思いましたね。全然、うん、いろんなこと。多分20歳の時とは夢の形は随分変わったとしても、はいはいはい、それはそれでまた夢ではあるんで、はい、追っかけていいんじゃないかなっていう気持ちはありますね。はい。はい、それも我々この作品のテーマの一つでね、夢っていうところがあるんで、その辺も皆さん体験してほしいなと思いますね。やっぱりこの2時間弱ね、このメンバーたちと一緒に過ごした時間っていうのは本当に楽しい時間と思う作品でしたね、うん、ありがとうございます。もう本当に全然暗くないので、ね、皆さんの小沢ママっていうちょっと微妙な題名にごまかせるようにね、見てほしいですね。本当に、本当、40アラフォーの青春映画っていう、ちょっと冠をつけると、ね、それがなんか、ぴったり、その言葉がこの作品にはぴったりあるんだなっていう感じで、拝見させてもらいました。本当、久々にその沖縄の、そんなに海も映らないし、ね、そうこう自然が映らないんやけど、こうそのなんか熱気がある、明るい方の沖縄、が拝見、ね、できたかなっていう、我夜の海とか映ると暗いんですけど、それもなくて、で逆にあんまり青い海が映るとあまりもそれ強調しすぎやっていうのがあるんですけど、これ本当にそういうのがなくて、うん、沖縄を感じさす、うん、まあこれが日常だなっていう気はします ね、沖縄はこういう場所ですよ、こういうところもあるんだっていうね、一つの、はい、監督からの挑戦状かも分かるけどね、そういう沖縄戦を扱ったドキュメンタリー映画も大事だと思いますけども、もうそれと皇后で見てもらうという割合はこっちの方も、はい、明るい気持ちが伝わるので、ありがとうございます。言っていただけると助かります。いろんな、沖縄の映画を見てほしいなと思います。そんな感じだと思います。はい、はい、最後になりますけども、メッセージいただければありがたいです。はい、はい、これから全国この小座ママ歌って小座のママさん回ります。関東から、大阪、京都、それから福岡までこの映画は行きますので、もし近くの映画館で、まあ、特にまあミニシアターって言われてるアート系の映画館でかかると思いますので、ぜひ足を運んでいただいて、沖縄の今の感じ、しかも暗くなくて
どっこい生きてるっていう庶民の話なんで、見終わって頑張れると思うんで、ぜひ見ていただければと思います。高橋さんも絶賛ということで、ぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。本当に皆さんもこれからね、ちょっと早く暑くなるんですけども、ちょっと湿度のいい映画なんでぜひともぜひともで、はい、楽しんでいただきたいと思います。はい、本日はお忙しい中どうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。